一体どこからが高学歴なのか。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は高学歴の基準について解説しようと思います。高学歴高学歴って言うけど、一体どこからが高学歴なのと、具体的な大学名を教えてくれと、そう言いたい方非常に多いと思うんですよ。なので今日は高学歴の基準を解説しようと思います。具体的な大学名を挙げますので、これではっきりするかなと思います。ちなみにね、今日解説するものは一時期ネットでめちゃくちゃ話題になったものなんですよ。ただその一時期っていうのがかなり昔なので、もしかしたら知らない方も多いんじゃないかなと思って、今日改めて解説することにしました。ランクといたしまして、こんな感じで解説します。 D が一番下で S が一番上です。 D ランク、 C ランク、 B ランク、 A ランク、 S ランクという順に解説していこうと思います。ちなみに今回解説する高学歴の基準は世間のイメージをまとめたものです。なので実際に偏差値に照らし合わせた時に、その大学が高学歴かどうかっていうのはまた別の話です。実際にはめちゃくちゃ偏差値高いのに高学歴ではないっていう風に認識されている大学もあります。例えば偏差値は60だけど知名度が低いと、そうするとその大学が高学歴っていう風に認識されてないと、なので下の方になってしまうっていうこともあるので、その点はご了承ください。果たしてあなたの出身大学、もしくは通っている大学はどこのランクに入っているのか、そしてそこは高学歴と呼ばれているのかどうかっていうところをですね、今回注目していただければと思います。前置きはこの辺にして早速本題に入りましょう。まずは D グループ。 D グループはね、誰が見ても高学歴ではない大学です。具体的にはこんな感じになっています。 D3 から見ていきますか。 D3 で言うとね、気になるのが近畿大学ですね。近畿大学ってめちゃくちゃ有名なんですけど、こんな下なんですね。龍谷大学とか日本大学とかも D3 に入っていると。多分ね、龍谷大学が D3 に入っているのって知名度が低いからだと思うんですよね。龍谷大学って意外とね、県外だと知名度低いんですよね。なのでこんな感じになっています。 D2 で気になるところとしては、琉球大学入ってますね。あと成城成蹊と、あとめちゃくちゃ人気の武蔵大学とか、国学院大学もこんなところにいるんですね。 D1 については出ました、室蘭工業大学。室蘭工業大学の解説動画上げたんですけれども、コメント見る感じすごい大人気ですね、この大学。佐賀大学、高知大学、宮崎大学という、この辺の底辺国立大学も D1 に入っています、これはね、誰が見ても高学歴ではないと。次に C グループと。 C グループはね、世間一般で高学歴と言われるラインです。こんな感じになっていますね。 C3 は底辺の国立大学、秋田大学、鳥取大学、茨城大学とか入ってますね。人気大学ランキングで上位に入っていた北九州私立大学もこんなところにいますね。カンカン同立の関西大学も C3 に入っています。 C2 は主に中位国公立大学ですね。カンカン同立とかもここに入ってますね。 C1 はね、ちょっとレベルが高いですね。弘前大学とか津田塾大学とか、この辺になると結構全国的に名前を知られている大学が出てきますね。個人的に世間一般で高学歴と言われるラインっていう、この感覚はね、ちょっと僕合ってるなって思います。そして B グループ。 B グループは大卒の人から見た高学歴のラインです。 B3 以上は大卒から見ても高学歴だなっていう大学ですね。 B3 はね、マーチが入ってますね。中央大学、立教大学、明治大学、関西学院大学と、結構有名な大学ばっかりですね。 B2 は神戸市外国語大学とか、横浜市立大学、あと小樽商科大学とか、同志社大学とかも入っていますね。カンカン同立の頂点、同志社は B2 ですね。そして B1 大学になると、名古屋工業大学、奈良女子大学、京都府立大学、電気通信大学、新潟大学、東京理科大学、上智大学と、電気通信大学ってめちゃくちゃ知名度低いけどレベルの高い大学ですね。この B1 はかなり高学歴だなって思いますね、僕から見ても。一つ目、 A グループについてです。 A グループは高学歴な人から見ても高学歴だなと思われるラインと、 A3 は岡山大学、金沢大学、熊本大学、東京学芸大学、名古屋市立大学、京都工芸繊維大学 ICU と、個人的に岡山大学、熊本大学がここに入ってるのちょっと納得いかないんですけれども、ただ一般的に見たらそんな感じかなっていうのは思いますね。 A2、 千葉大学、広島大学、大阪公立大学、国際教養大学、東京都立大学、東京農工大学と、ここはね、あの大学人気ランキングで上位に入ってる大学が多いですね。千葉大学トップ10に入ってますし、大阪公立大学は公立大学で前回1位で、今回発表された大学人気ランキングでは第4位でしたね。国際教養大学は設立されてからの期間が短いにもかかわらず、めちゃくちゃレベルが高いっていうので有名な大学ですね。東京都立大学は今年の9月に発表された大学人気ランキングで第1位でした。ちなみに大学人気ランキングの動画概要欄に貼っておきますので、気になる方はそちらからご覧ください。そして A1、 北海道大学、筑波大学、神戸大学、横浜国立大学、お茶の水女子大学、早稲田大学と、もうここまで来れば誰でも高学歴って認めるんじゃないかなって思うような大学ですね。旧帝国大学とか女子大の頂点、お茶の水女子大学とかが入ってますね。そして最後に S グループです。この S グループはね、2チャンネルで高学歴と言われるラインです。 S3、 東北大学、名古屋大学、九州大学、東京外国語大学、慶応義塾大学と、そして S2 が一橋大学、東京工業大学、大阪大学、 S1 が東京大学、京都大学と、これはね、どこの偏差値ランキングを見ても上位に入っている大学ですし、大学人気ランキングでも上位に入ってます。なのでこれはね、はっきり言って疑う余地はないかなと思います。ここはね、もう神が行く大学です。はい、この動画ではどこからが高学歴なのかについて解説しました。最初にも申し上げましたが、あくまでもこれは偏差値に照らし合わせたものではなくて、世間一般のイメージをもとに作られたランキングです。なので自分の大学が D3 に入っていたからといって、あ、俺はもう低学歴なんだ、もうダメなんだと
というふうに思う必要はありません。その点はご安心ください。あとこのチャンネルでは普段各大学の紹介動画を公開しておりますので、気になる大学があった方は大学名スペース大学紹介チャンネルで検索していただければと思います。そうすれば僕の動画が一番上に出てくると思います。よかったらチャンネル登録高評価コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。